バックファイナンスって分かんない、バックファイナンスって今、要するに、ね、まあ、新組さんとか新規さんがね、なんか仕事やって、ちょっとお金足んないねとか、あるいは副店行ったら信用かなんかで、ね、取られそうだって言った場合に、いや、大丈夫でしょうからね、お金を回しますよ、回します。つまり、まあ、ゆうちょがそのままストレートにお金を、融資すると、マイクロファイナンスなんかの考え方でやれば、それはそれでその地方の零細の人や、あるいはその世帯に対してですね、プラスになるんですけど、うん、これが新装とかね、新金庫の、まあ、人形圧迫になるという、こういう批判があるんですよね。まあ、実際中産幹部なんかもういなくなっちゃってるんだから、やってもいいんじゃないかというのもあるんですけど、ただそれよりは、まあ、バックオフィスでこういう側から回すというか、そのむしろその新規新装を支援する。そうそうそう、だから保証つけるってことですよね。まあ、お互いにね、もう連帯意識なんですよ。そんなね、担保になる。まさにね、その、うん、さっき申し上げた神野先生のね、うん、その、なんか分かち合いの経済学というのは、うん、奪い合うって考えは持つかないから、うん、神野さん先生こうおっしゃってるんですよ。奪い合う、ものを奪い合ってね、うん、競争しようとするから、結果としてはどん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 、うん、まあ、経済が小さくなったり、心も貧しくなる。うん、そうじゃない。分かち合いの経済、いいこと言うな、分かち合って助け合おうと、ね、困ってたらちょっと出してあげましょう、はい、俺も困るかもしれんから、それと頼んで、そうしたらね、お互いに心も痛くなるじゃないですか、うん、ね、食い合うとか殺し合うとか、うん、ましてやそんな発想は出てこない。先生は今知識をですね、皆さんに、ね、分かち合いしてくれもう無料で分かっちゃっていたんです。すごいありがたいことです。いやいや、これはね、感謝してます。そういうね、うん、ですからこの私がね、うん、特に今回まあ、申し上げたいと言いますかね、感じていることは、この新郵政改革法案はそういうね、哲学なんですよ、うん、経営の、うん、ものすごくこれはね、今までとは違うと思います。過去10年ね、日本の社会がズタズタになったのをなんとか構築しよう。それからその典型的な現れが、うん、正規社員、うん、そうですよね、10万人増やしましょう。でなんか案がもう出てきてるはずですよ、はい、斉藤社長からも、うんうん、それでもう出てきてる。それでまあ今20万人ですか、非正規がね、同じ仕事してても、そうです、その人10万人ぐらいの方はね、うん、もう正規になりたいんですよ、うん、それで後の方はね、私は非正規なのでいいと、うん、アルバイトでいいっていうチームの方なんかもいらっしゃるから、それぞれでいいかもしれません、うん、でそうじゃない方はね、非正規にします。そうしますとね、なんか新聞によると経費はね、3000億円ぐらいのプラスだ。しかし3000億といってもね、実はそれもし利益で上げるんですでしょ、非正規が上がるというか利益ですね、はい、税金で半分取るでしょ。ですから逆にもしその3000億がゼロになった、利益ゼロになったとしたら、政府がね、その損するといいますか、収入減になるのは1500億円ですよ。でも1500億円ぐらいでね、そういう10万人のね、家族を反対化させて、そしてそれに伴うそのね、ものすごい、まさにね、分かち合いの波及が大きいんですよ。ここがね、日本で今ね、皆さん失われてると思いますよ。本当に、そもそも家族を安定化させるというのは、今現在家族を形成しているね、まあ、例えば40代とかを中心とした世代なんかは、まさに必死で安定化させたい世代です。だけど今若い20代、30代にとってはこれから家族を作らなきゃいけないんだけど、家族形成できないんですよ。子供産めないんですよ。もう子供も作れないし、まあ、結婚もできないし、できない。そこから始まる。もう必死ですよね。で、こんな状態ではそれは当たり前ですけど、世帯規模っても縮小していきますし、どこまでもこう後向かしていっちゃう個人が、ね、で当然なんか子供生まれなければ何度も言いますけれども、必死になってですね、その需要が、赤ちゃんっていうのはもうただもう裸の事情ですから、これ育てる過程でどん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 いろんなものを買い与えたりですね、あるいは教育を施してしなきゃいけないんだけれども、こういったところの裸の需要がなければ、やはり何も生まれてこないし、所詮今ある需要を食い潰していって、漏水していって終わってしまうと。一体このベクトルになんで日本はずっとこう同じベクトルを向いているのか。そして例えばその民主党が新しい政権交代してですね、ごくごくまだ一部ですけれどもね、少子化対策のために例えばその子ども手当とか、高校授業の無償化とか、それからシングルマザーに対して今まで給付があったけど、シングルファーザーに対して給付なかったんですよ。全く支援なかったんですよ。私シングルファーザーだったから分かるんですけど、本当に何も行政から支援ないですね。
でそれで非常に苦しんでる人たち世帯というのもあるわけですよ。でそういったところに手を差し伸べようという、これ素晴らしいと思うし、何よりももう国の基礎は人だし家計だし家族ですから、それを支援していかなければ立ち行かない、そこまで来てるのに、いざ政権固定してからこうのバッシングの凄さっていうのはばらまきだばらまきだと言ってますよね。どうしたいんでしょうかね。もう本当にこの今の野党の中から出てくるのが小さい政府って声ばっかりなんですよ。失敗した政策をね、まあみんなの党でもそうです、どこもそうですけれども、松尾さんもねさっぱりわからないことやってます。松尾さん、あの自分は構造改革家で、2月にも自民党内で構造改革家を結集して塩崎さんやそれから菅さんやなんか集めたんじゃないですか。まだやるんだと、構造改革なんだと、小さな政府なんだっていうはずの人たちが、あの人がポンと飛び出しちゃって、今度は荒井さんとかの改革クラブっていう、まあ、どっちかというと優勢、民営が反対してた人たちをくっついて5人ぐらいでやろうとして、意味がわからないですけどね。これ自民党や野党の方々にも、もちろん先生すごい進行も終わりだし、かつての自民党っていうのもよく見てこられてるから、今の野党、まあ与党の分析さっきしましたから、野党はどうですか。もう選挙もありますから、国民としてはね、もちろん民主党政権に不満を持ってる人もいますね。ですから別のその選択肢として、自民党はどうなんだと、現在の自民党はどうなんだと、あるいはいわゆる第三極は期待できるのか、特に経済政策の面から先生がご評価するとどうですか。まずね、そのじゃあ今の自民党さんはね、はい、どうかっていうことですよね、はい、それで私が思うのはね、自民党さんはねその大敗したでしょ、はい、大敗した理由が分かってらっしゃらないんだと思うんですよ。つまりね、大敗した理由っていうのは、まあ、やっぱり構造改革ですよね、はい、その緊縮財政、はい、緊縮財政ってのは何かというと、増税するためにね、うん、国民にはっきり言えば偽装財政危機ですよ。私はもう本人も書いてあるけど、財政危機はじゃないと思ってますから、今でも。なるほど。偽装財政危機をやって、緊縮財政どんどんやって、国内をメタメタにしちゃったと。その結果こうなったっていうことをね、そのまず反省をお持ちじゃないんじゃないか。2番目には、金融だけでやればいい、マネーだけでやればいい、円安でやればいい。これも失敗だったって言ってもそうじゃないんで。3番目は小さい政府でしょ。ところがね、小さい政府がいいか悪いかっていうことについてはね、このね、オバマ大統領も実はね、就任演説でこういうことをおっしゃってるんですよ。うん、こういうとこはどうしようと思うんですけど、はい、彼が言ってるのはね、政府が大きいか小さいかっていうことは問題ではないんだ。議論には、うん、議論にすべきものではない。うん、政府の、まあ、どういう機能を果たすかなんだって。うん、従ってね、うん、その政府が果たすべき機能、うん、それに対してね、うん、まあ、民主党はもう一応、マニフェスト書いてますよ、うん。自民党はどうかというとね、自民党はね、なんかあんまりないじゃないですか。小さい政府って言ってるけど、小さい政府って言ったって社会保障どうするかってね、これ増税だって、うん、じゃあ社会保障やめるのかって、はっきり言えばやめることなんですけど、うん、やめるとも言ってないですよね。まあカットしていこうっていうことは言ってましたけどね、増税してそこに当てるっつって、まあ増税して当てるかもしれない、うん、国民から取って国民に返す、うん、まあそう言ってるけど、実を言いますと、まあそれは与野さんがおっしゃった、はい、しかし消費税っていうのは1989年から始まって、はいはい、まあ、ざっと20年間見ますと、消費税で、徴収した税収は累計で200兆ですよ。200兆すごい。そのうち大体80から 85%、はい、170兆ぐらいは実は法人税の減額に相当する。あ、減収ですね。減収、法人税がそのくらい減ってるわけですね。減ってる、減ってる理由は一つは税率を下げた。税率を下げた、うん、だって 10% 下げたでしょ、うん、その分。それからもう一つは、まあ、不況もありますけどね、はい、デフレ政策通ったし、国内も痛みつけたから、うん、結局税収上がらなくなっちゃう。